はい、どうも、シラです。というわけで、今回はですね、こちらの質感の紹介をしていきたいなと思います。まずね、いつも通り 2000×2000 に、サイズを指定してもらって、まずロゴを読み込んでください。はい、そうしたらまず、この背景をね、黒に全部塗っちゃってください。で、そうしたら、このロゴを、色を変えるんですけど、色調整の線画色変更っていうところで、この色なんですけど、ここで一時停止してもらったら、この通りにやってもらえればこの色ができます。はい、でこの色にします。でそうしたら、今回クロムなんですけど、どれだ、エンボスか、エンボスっていうね、ものをかけていきます。まずね、一番上に合わせてもらって決定を押してください。でそうしたら、色調整に行って明るさを100まで落としてください。この0から100まで落としてあげてください。で、そうしたらもう1回ね、スタイルに行って、エンボス、下からね、今度はかけてください。この太陽みたいな、マークが、下に来れば大丈夫です。はい、で決定を押してもらって、そうしたらね、もう1回明るさをね、100まで落としてください。はい、そしたらこんな感じになりますね。で、そうしたら、次もう1回スタイルに押していってもらって、次レリーフをね、かけてください。はい、でこれはね、どこでもいいんですけど、今回上からにします。で、これ決定を押してもらって、数値はこんな感じですね。はい、で押してもらって、で大体、結構なデザイナーさんがここでね、アートに行ってもらって、クロムをね、押すんですよ、こんな感じで。でなんですけど、今回は、ここでクロムを押せずに、差の絶対値っていうのをね、やっていきます。でまず、今作ったロゴ、このあれですね、エンボスからレリーフまでやったものを複製してもらって、それをね、下にクリッピングしてください。で、そうしたら、ここの普通って書いてあると思うんですけど、そこを押してもらって、いろいろあります。で、この下の方の、これですね、差の絶対値っていうのがあるんで、これを押してください。で、そうしたら、レイヤーの複製を押して、4つまで差の絶対値を複製します。はい、で4つにしてもらったら、この一番下のやつに合わせてもらって、移動していきます。で、移動は、まずね、下に移動していきます。およいしょ。だいたい30とか下に移動してくれれば大丈夫です。こんくらいですね。で、そしたら1個上に行ってもらって、今度は上に上げます。上に30くらい。およいしょ。30とかいうのは、この上にね、数字が書いてあると思うんで、そこで見てくれれば大丈夫です。で、今度は左に30くらいやっていきます。30。こんくらいですかね。およいしょ。で、次、ラストの一番上を、右に移動してください。これもまた30くらいで、全部30でね、お願いします。よいしょ。さあ、大体でこんな感じで大丈夫です。で、そうしたら、次、この今やってもらった差の絶対値にぼかしをかけていきます。で、一番上ですね、一番上はちょっと多めにぼかしをかけます。30とか30くらいで大丈夫です。そうしたら、1個下に行ってもらって、これはね、今度20にしてください。よいしょ。で、この下も20。で、その下も、また20っていう感じにしてください。で、そうしたら、これをね、下からね、結合してください。これを上から全部結合しちゃうとね、なんか消えちゃうんで、下からやってあげないとダメですね。はい、っていう感じで、次、これをね、フィルターからアートに行ってもらって、クロム、これだ。クロムをね、かけてください。そうしたら、ほら、こんな感じに、ね、なります。さっき見せた、質感ですね。はい、そんな感じになると思います。はい。で、数値は、ここでね、いじってもらえればいいんですけど、ここは好みとか、そうですね、ロゴの縁っていうか、ロゴの線の太さとかにもよるんですけど、今回はこの辺かな、650とかで。ディティールっていうのは、大体ね、マックスで大丈夫だと思います。ここは滑らかさもマックスで、大丈夫です。で、この傾きと、あと波長とかね、を変えてあげるといいんじゃないかなと思います。100にしとくか。で、角度は0で、位相もね、別にいじんなくて大丈夫だと思います。で、この一番下のこの黒側、白側中間値っていうのがあると思うんですけど、黒が0で白が100で、で中間値っていうところで、
こんな感じでいじってあげてください。でまあ中間値50で大丈夫だと思います。はい、でこれで決定をしてもらうと、まあ、こんな感じになるわけです。はい、でそうするとちょっとねなんかギザギザっていうかちょっとね粗い感じになっちゃってるんで、これを3点っていうのこの点があると思うんですけど、そこを押してもらってこの透過 PNG 保存っていうものがあるんでそれを押してください。そうするとねこの2のレイヤーだけがね透過 PNG 保存されるっていうことになります。そうしたらピクスアートに行ってもらってピクスアートですねを開いてください。そうしたらあとねこれね広告とか出てくるんですけど別にこれはね全部バツを押してください。そうしたらこの真ん中のプラスっていうところがあるんでプラスを押してください。そうしたら今アイビスで保存してもらったやつを読み込んでください。そうしたらエフェクトっていうところを押してもらってどこだアート風だっけなアート風ですねアート風から油絵っていうのがあるんでそれを押してください。そうするとこんな感じになっちゃうんですけど度合いはまあちょっと本当にねちょっとで大丈夫です。これアップしてもらってゼロだとこんな感じでギザギザっていうかなんかザラザラっぽい感じになってますよね。それをちょっと上げて、まあ、こんくらいで大丈夫かな6とかしてもらうだけでね全然変わるんでやってあげてください。多分ここら辺で見るとね多分変わってくると思います。この辺が0から6にするとこんな感じになるという感じで、まあ、これを、ね、適用してもらって次を押して保存から写真をダウンロードを押してください。でそうしたらアイビスペイントに戻ってきてもらって、今やった、画像を読み込んでもらってこれでね、完成という感じですね。でここからね色をつけたり、していくんですけど、まあ、今回はね質感の紹介ということで、ここら辺で、終わりたいなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。